君、お帰りなさい。ただいま、アスナ。ちょうどよかった。今から買い物に付き合ってくれない？いいけど、何を買うんだ？この間、みんなでネームドエネミー狩りに行こうって言ってたでしょ。その準備をしようと思って。そうか、そういえば何も準備してなかったな。よし、行こうか。まずはこっちの重火器のお店を見てみましょうか。あ、メインアーム変えたのか？変えてないよ。変えちゃったらキリト君と弾丸共有できなくなっちゃうでしょ。ほら、ストレアさんとかエギルさんの火力ってやっぱりパーティーの重要な戦力でしょ。弾切れになるのも早いから、もしセールをしてたら予備を買っておこうかと思って。なるほど、確かにそうだな。できればいろいろ対策しておきたいのよね。次のターゲットの能力まだよく分かっていないみたいだし。新しく出現したばかりのモンスターだからな、返り討ちにあったプレイヤーも少なくないらしいし。長期戦になることも想定して装備も見ておいた方が。やっぱり頼りになるな、アスナは。え、そんなことないわよ。ちょっと心配性なだけ。いや、こうしてアスナがきっちり準備してくれるから俺たちが安心して戦いに臨めるんだなと思ってさ。ありがとうな、アスナ。私だってたくさん助けてもらってるんだから、みんなにもキリト君にも。改めて言われるとなんだか照れるな。それじゃあ俺は向こうの棚を見てくれよ。長期戦になるならアクセサリーの変更も視野に入れておきたいし。あ、うん、行ってらっしゃい。こっちを見終わったら私も合流するからね。恥ずかしかったな。さて、気を取り直して。何かいい掘り出し物は？と、これは何だ。絆のリボン。戦闘用のアクセサリーにはとても見えないな。
大切な女性を送る二人の絆を結ぶリボン。二人きりの時に渡せば永遠の絆が結ばれるでしょう。永遠の絆か。GGO の世界にもこんなアイテムが売ってるんだな。殺伐とした世界観なのに。で、値段は。え？これって店売り最高レベルの価格帯じゃないか。キリト君、何かいいもの見つけた？何か買うところなんだね。リボン？あ、まあちょっと見てたんだ。何か面白い能力がついてるの？見た感じ戦闘には向かない装備っぽいけど。お値段もかなりのものだね。いわゆるエンドコンテンツ用のやり込み装備ってやつかしら。そうだよな。それじゃあ次のお店行きましょうか。ああ、もう少しだけ見ていくから先に行っててくれ。喜んでくれるといいんだけどな。ずいぶん時間かかっちゃったね。ああ、今日はセールのアイテムが多かったからな。消耗品もかなり安くなってたから予定外に買い込んじゃったよ。みんなが使うものだから予備がなくならないようにってついついね。余ったって困らないものだけど、リアルだったらものすごい量になってそう。いいじゃないか。アイテムはストレージに格納されるから場所を取るわけじゃないし。それにアスナがそうやって細かく気にかけてくれるからみんな助かってるんだと思うぜ。もうキリト君はちょっと褒めすぎだよ。そしてもちろん俺もすごく感謝している。アスナにはずっと。どうしたの？感謝の気持ちを伝えようと思ってさ。これなんだけどさ。あ、それってさっき見てたリボン？絆のリボンっていうらしい。 GGO らしからぬ名前だよな。絆のリボン確かにロマンチックな名前だね。
大切な女性に二人きりの時に渡すと永遠の絆が結ばれるというのがアイテムの効果らしい。永遠の絆。GGO の世界には結婚とか家族っていうシステムはないけどさ、アスナはどこにいてもどんな世界でも俺の奥さんだから。だからこのリボンを受け取ってほしい。キリト君、嬉しい。もちろん受け取るよ、キリト君の気持ちと一緒に。あ、メッセージが出てきた。健やかなる時も病める時も彼女を愛することを誓うか。こっちにも出たよなんだか結婚式の誓いみたい。こんなメッセージが出るんだったらもっとロマンチックな場所で渡せばよかったな。ううん、ここでいいよ。キリト君がいる場所が私の居場所なんだから。じゃ入力するね。答えはもちろんイエスだよ。俺も当然イエスだ。またメッセージ。ガンの重心と引き金のように火薬と雷管のように末永く幸せにな、だって。GGO らしいね。って、あれ？リボンが。え？なにこれ？リボンのドレス。ちょっとキリト君、こうなるって知ってたの？いや、知らないよ。メッセージが出ることだって知らなかっただろ。アスナの方で解除できないのか。それがこっちからは一定時間操作できないみたい。カウントダウンタイマーが出てるのよあ、ダメだ、こっちも同じだ。そんな。でも可愛いよアスナ。嬉しくなかった？嬉しいけど、それにキリト君ならこの姿を見られてもいいし。アスナ。でもやっぱりダメ。だって誰か来るかもしれないでしょ。時間が経たないとどうにも。お願い、早く元に戻ってよ。ねえキリト君。
リト君の顔、こうやって見るのは久しぶりな気がするな。そうか、毎日見ているような気がするけど。もう、そういうことじゃありません。冗談だって。確かにデスガン事件のこともあったからな。俺もこうやってアスナと話すのは久々な気がするよ。あのね、そのことなんだけど。もうあんな無茶はやめてね。試合見ててすごく怖かったんだから。ごめん、悪かった。もしかしたら死んじゃうんじゃないかっていう心配もあったんだけど、事件が落ち着いた後もね、キリト君がどこか遠くに行ってしまう気がしてすごく怖かった。アスナを残してどこかに行ったりなんかしないさ。本当かな。本当だ。何があっても私はずっとキリト君と一緒にいるからね。約束だよ。あ、約束する。